どうも、トジです。やさぎです。お願いします。さあ、ゲーム部屋ということで、はい、今日もトジが来てくれました。で、今日やるゲームはダイアントスモッシュブラザーズスペシャルでございます。いやあれトジさん、まあ、まずフォートナイトではなく、はい、スマブラということなんですけれども、前回確か、あれですよね。はい、うちの動画でね、ワンオンワンのオンライントーナメントに出て、どうでしたっけ？ボロ負けしました。ちょっとね、お調子の方があまり芳しくなかったからね、はい、ちょっとそういう状況だったんですが、今回はリベンジ。リベンジでやっちゃおうかなって思っております。うん、あれからちょっと練習する時間はあったの？はい、あれから練習しました。持ちキャラを勇者、うん、ミスターゲモチは変わんないですよ。もう一体、うん、もう一キャラ増やしました。なるほど。そのキャラの名前は、うん、ウルフです。ウルフ。なるほど。あのカジザックの、メインの動画を見てくれた方ならわかると思うんですけども、うん、あのレインさんって覚えてる？昔ね、そう、プロゲーマーさんよね。そう、プロゲーマーのレインさんが使ってたキャラです、ね。なるほど、教えていただいた時に使ってた、はい。なるほど、そのキャラを使ってやっていくと。で、今日やるのが、うん、オンライン対戦というものをやっていこうと思います。なるほど、はい、前の 1on1 のトーナメントがもう期間的に終わっちゃってるんですね。はい、そうなんですよ。で、今日は普通にじゃあオンラインで知らない人とちょっと対決して、はい、またその腕を磨いていこう。はい、で、うん、僕が今やりたいなって思ったのが、うん、3連勝するまで終われません、やったりとかな。本当にねえ、どうすんの朝までかかったら。パパに電話しなきゃ、ママとパパに。そうだね。ちょっと、トージくんが3連勝できないんで、お借りしますっていうことなく。いや、やりましょうか、じゃあ3連勝するまで。はい。終われません。はい。じゃあ、ちょっと。はい。どうなるかわかりませんが、はい。じゃあやっていきましょうか。はい。せーの、お願いします。始まるよ。じゃあ、早速。はい。やっていきましょう。やっていきましょう。じゃあ。3連勝ね。はい。最初はウルフで。はい。やばい。苦手なキャラだ、相手で。光ホーラー。うん。知ってる？なんか知ってる。不利だな。ほら、ホムラってなんて言うんでしょう、早いんですよ。早いね。コンボも効きやすいからきついな。あぶな。今何今知った。やばい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 。やばい。いや落ち着いて、やられているよ。うわ、やばい。取られた。しゃあ、うん、ナイス。またこの条件だった。そうだね、当時のね、独自のコンボがね、当てにくいんだよね、こいつに。なんつったって、リーチが長いからね。長いね。いい勝負。めちゃくちゃいい勝負。かかってきなさいよ。あ、やばい。おーい、うっそ。リーチ。ホムラヒカリが嫌いになってきた。
あ、終わった。ほら、ハマってるね。ダメだ。あ、終わった。終わったー。わー次、行ってみよう。トーさん、はい、負けちゃいましたけども、まあね、まだ始まったばっかですから。そうですね、はい、どうします、第2回戦、2回戦というか次の試合、キャラ変します？します。お、3連勝ですよね。はいはい。お母さんに電話するように しなくてまだ大丈夫ですか？大丈夫です。次行ってみよう。ガノンドルフでいきます。あれ言ってたのと違くない？ちょっと勇者とウルフとエマンドウォッチってしたのに、実際これってガノンドルフって、うん、こうやって、うん、こうやってこうやって踊れるんすよ。うん、白い髪だから白髪のんって呼んでます。友達と一緒に白髪のんって呼んでます。頭つけてはっどりゃはっ。この曲懐かしい。マリオ、うん、パパとね、ミニのマリオはやってたんで。そうなんだ。あ、これ落ちるとかないんだ。そう。やられたのかと思った。うわぁ、危ねえ。あれ読まれてんの。白髪の白髪の頑張れ。あの、本当は、うん、コンボあるんすよ、うん、今でもその練習中で、なぜガンを使ったのかって話しますか。使ってみたくなっちゃったんでしょ。終わった。いやー、ダメだ。次、行ってみよう。さあ、ちょっと負けちゃいましたけれども、もう勇者でいきます。本気だね、当時の本気です、うん、3連勝ですからね。3連勝ですね。集中していきましょう、はい、次、行ってみよう。本当に当時さん、こんなやつあるかもしれないですけど、はい、3連勝っていうか1勝もしてないですからね。いやー、クッパだった。強いね。終わった。ね、クッパね、苦手なんだよね、当時相手に来ると。相性があるんだね。そう。相性の問題で、あの、クッパって、あの、一応重量キャラなんで、うん、ちょっと苦手なんですけど、やる気はないよ、もう。ピオリムで、かっこいい。
さん、はい、もう一回確認なんですけど、はい、3連勝するまで終われませんですよね。はい、でも3連敗してますけれども、3連敗するまで終われませんじゃあ終わりですよ。そんな企画聞いたことないですよ。3連敗は誰でもできるんですよ。よし、まだやります。ちょっとね、はい、とりあえず1勝目指そう。はいはい、始まるよ。やっぱ当時がフォートナイトやってる間にずっとこれをやり続けてる人たちがいるからちょっと難しいのかもね。そうですね、終わった。じゃあ毎回下がってますよ、どうでした。嘘ですよ、毎回勝ちますよ。今回こそは勝つんで頼むよ。勝ちますんで。けどプリンってこれが嫌いなんですよね、プリンの。かわいい。プリン、プリン全然似てないっす。怒られちゃう。1。あれは運なの？うん、うん、落ち着いていこう。煽ってる。なんだとお前。まあでもこの前ので煽らないってことは決心したんで。素晴らしい。多分必殺のプリンは一発です。頑張ろう。あー、はい、おちょうのさらさい。ミスゲすごく耐える。耐えるね。さあ、ミスゲすごく耐える。いいよ、大事よ、そういうの。耐える。あ、ほら、めっちゃ煽ってくんの、こいつ。あ、こいつって言っちゃった。この人ねえ、なんなの、そういう人なんだ。どうだ。依然厳しい状況ではあるが、今戦ってる人見てますか、今この動画。はい、見てるよ。見てたら、うん、煽らないでください。このね、戦ってる人ね。すごいじゃない。トちゃん、はい、こんなことあります？3連勝ですよね。はい、もはやちょっと4連敗なんですけど、はい、トウジ君の一生が見たいっていう企画にちょっと変わりつつありますけれども。じゃあ一生勝ったら終わりにします。一生はしよう。はい、一生にします。すいません、本当はね、終わりませんやりたいけど、なぜなら君には門限がある。勝てないという。行こう、頑張ろう。勇者で勝つ。次行ってみよう。誰だ相手は。誰だ。誰でもかかってこい。どう、わかんない。わかんないかい。何度歌いでしたか。あ、うまそう、うまそう、うまそう。ライドン隊。
大丈夫大丈夫大丈夫。いいよ。落ち着け。落ち着け自分。あら？面白い真相ゲーム。なんで分かんない？いい勝負。大丈夫、ジャンプ力は高くなってるから大丈夫。試合でしたけれども、はい、一勝もできずに、あれどうします、トデさん。今5連敗という不名誉な記録を作ってしまいましたけれども、次でラストにします。よっしゃ、行きましょう。もうやんなってきちゃった。次行ってみよう。あー微妙微妙、いけるかもしれない。頑張れ。だからあのうまいことやれば勝てるんだよね、カービィだったら。ミラゾーマ、ミラゾーマ、もう1回でも落ちたら終わりっすよこのステージ。
石。恋を目指そう、魔王へ。跳ね返せるかな。もうカメラ止めてー、カメラ止めてー、カメラ、やだ。どうぞさん、はい、そうですね、終わりです。今日はこれで終わり。どうしたんですか、敗因は。調子が悪かった。調子が悪いですか。はい、ちょっと調子なんですかね。だい、ワンワンの時もあんまりでしたけども、調子なんですよ、これ実際。いける時はいけるんですか。いける時はいけるんすよ。もうちょっと、はい、追撃ができるんですよ、勇者でもって。あの、視聴者の皆様、本当に今回は申し訳ございませんでした。次は勝てるように頑張ります。そうですね。なので、次の機会にお願いします。もう一回、はい、もう一回挑戦する。はい、やめない。はい、そうだね。はい、これで諦めてね、次、はい、もう一回練習してきて。はい、ちょっと、あの、はい、すいません、はい、次はちょっと一勝するまでぐらいにしておきましょうか。次は1回目のやつにしていきましょうか。次は1勝目まで、勝てるまで終わりませんでした。すいません、はい、すいません、それぐらいにしておきますんで。今回残念ながら負けちゃいましたけれど、はい、また次回よろしくお願いします。お願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。もう嫌になっちゃった。見たことあるな。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。